日本発授業をしない武田塾イングリッシュ、無料カウンセリングでお待ちしてます。武田塾イングリッシュの伊関です。森田です。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、もうここに見えてますが、はい、出ました公式トイックリスニング&リーディングパース7速読演習というですね。なるほど、出ましたね。はい、なんだこのタイトル速読演習ってって思ったんですが、はい、まあ本当に速読させるための本となっておりますので、まあ、紹介していきたいかなと思いますね。なるほど、はい、かなり厄介というか、説明が必要ですね。あ、やり方わかんないでやらない人が続出するんじゃないかと個人的には思っております。なるほど、はい、じゃあ取り組み方、注意だよと。はい、そういうことですね。まあ、トレーニングがあるものなので、はい、そのトレーニングをおそらく無視してただ問題だけ解いて終わる人がいっぱい出てくるんだろうなと思うので、はい、説明していきたいかなと思いますね。チャプターが3つに分かれてます、はい。チャプター1が速読のための基礎トレーニングで、チャプター2が文書タイプ別速読演習で、チャプター3が実践テスト、まあ、つまり本番と同じ形式のものが、パート7、54問入ってるっていう形になっています。なるほど。で、一体このですね、どういう速読の演習なのかっていうやつなんですが、うん、スラッシュ読みとイメージ化、はい、虫食い読み、日本語先読みっていうですね、はい、3つの訓練がなされます。何なんですかそれは。はい、本当にやる人いるのかなと思ってるんですが、はい、で注意しなきゃいけないんですけどね、問題数はそんな多くないです、うん、はい、パート7の設問は合計で116問ですって書いてあるんですね。意外と少ない、はい、まあ、116問ってあの台数じゃなくて問題数なので、お、はい、より少ない、はい、なのでそんなに多くないですので、うん、でその分トレーニング入れて長くしてって言っちゃいけないのか分かんないですけど、はい、でじゃあそれぞれのですね説明していきますね、はい、まずチャプター1のですね速読のそのトレーニングなんですが、そのトレーニングのやり方が出ております、うん、はい、でどういうふうにやるのかって言ったら、まあスラッシュリーディングってよく言われますね。スラッシュで区切って、でそこの部分部分でちゃんと意味を取っていこうという、そのスラッシュリーディングに関しての説明がなされております、うん、ただし、はい、ご存知の方も多いと思うんですが、トイックって書き込みできませんので、確かにスラッシュリーディングできんのかって言ったらちょっと疑問あ、確かにそうかもしれませんね、はい、なので、まあ、スラッシュを自分で頭の中で入れられるようなですね、うん、そういった力は必要になってきますので、はい、ご注意くださいというですね。なるほど。続いてですね、虫食い読み。虫食い読み、はい、これ多分聞いたことない人も多いと思うんですけど、はい、文字とか単語とか文とかが隠されてます、うん、で隠されて知らない表現があっても推測できるようにしましょうっていう訓練です。あー、なるほど、はい、だから知らない表現は見たってその虫食いされてるのと同じじゃないですか。はいはい、じゃあもう無視しろよと。そういうことです、はい、まあ、無視ってある意味2つの意味になってますね、そしたら、はい、なるほど、確かに、はい、っていうので、それでも解けますよねみたいな訓練になってます。はい、はい、へーって思いましたけど、うん、はい、続いてその虫食い読みの後に出てくるのが日本語先読みですね。日本語訳が先にあって、うん、その後に読むっていうですね。実際は日本語訳出てないけども、そうです、先に日本語訳やってトレーニングだから、はい、やってみましょうというのをやってます。だ大体のものが分かってからやる。なるほど、はい、とにかく返り読みをせずまっすぐ読んでいきましょうねっていう訓練です。なるほど、はい、まあ、ただその説明があるだけですうはい、そしてチャプター2からが文章の形式別のものになっておりますので、はい、最初がユニット1が広告案内、ユニット2がお知らせ、ユニット3が E メール手紙、ユニット4が E メールグループ宛て、ユニット5もメモ、紙のメモでしょうね。でユニット6オンラインチャット、ユニット7が記事で、ユニット8が2文章、ユニット9が3文章型っていう風になってます。なるほど、はい、でチャプター3になったら実践テストになってるわけですね、はい、なるほど。チャプター2の方でもただただ、訳があるだけじゃなくてスラッシュがくっついてたり、ポイントをつかみましょうここをとみたいなですね、そういったものもついておりますので、なるほど、はい、まあ、そちらを見ていただければと思いますね。またはスラッシュとかいろいろなもの赤シートで隠せますので、はい、その訳が書いてあるのでスラッシュ赤シートで隠せるの珍しいですね、はい、っていうので、はい、これ入れるだけで値段上がるんですけどねとか言って、はい、なんでおいくらなんですか3000円です。おお、高い、高いです、はい、さすが公式、はい、でこういうふうに隠せるんですね、はいはい、スラッシュの部分と訳の部分が隠せるようになっているという形になります。なるほど、はい、で実践問題がありまして、
皆さんが、まあ、普段やってるような公式問題集と同じような形になっており、でその後に、はい、付録ついてますね、はい、毎回、まあ、このシリーズには付録がついてるんですが、はいはい、激戦フレーズ200ということで、はい、まあ、熟語フレーズですね、それが200個入ってるというですね。なるほど。公式教材に載っていた文が例文になってますよって書いてます。あ、それはいいですね、はい、自分でまとめる必要がなくて。そうなんです。でいろいろな熟語的なものが、ね、載っておりますので、うん、まあ、こちらは知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、基礎的な表現知らない人はそういった熟語的なフレーズを見ておくといいと思います。なるほど、はい、なのでまあかなり特殊ですね、うん、ただ虫食いがねチャプター1でやるんですけど、チャプター2には別に虫食いはされていませんので、はい、頭の中でやれよっていうことなんでしょうかね。つまりまあ知らない単語でやっても進めよっていうことですね、うん、まあ、とにかくスラッシュリーディングというのは前から読んでいくっていうことなので、返り読みしない、うん、そういうのを意識したものになっておりますね、はいはい、これってなんか一冊だけで速読できるようになるんですかね。いやなかなか大変だと思いますよ、うん、ちょっとやっぱりそうですよね、うん、はい、まあ、じゃあちょっとここの本に書いてある練習法を使って公式問題集で実践してみるとか、はい、まあ、プラスアルファでこう、そうですね、より多くの文章に、ね、うん、触れていく必要がありそうですね。そうですね、まあ、ただ自分に合うものを見てみてください、うん、そのスラッシュリーディングやってったら合うのかなとかですね、うん、ただ虫食いリーディングをやる必要はないですけど、知らない単語が出てきたからといって諦めないっていうのは大事です。トイックわざとやってます。最近なんてかなり難しい単語も出てますから、はい、それでも答えに関係ないこと多いですから、うん、そういった意識を持ってやることは大事ですので。なるほど。あとは音声がありますので、ああ ABC 度でダウンロードできますので、はい、ぜひともそちらも実践してもらえればいいんじゃないかなと思います。ちょっと高いんですけどね、うん、はい、なので、そこがうんっていうところにはなると思うんですが、まあ、一応公式教材ですからやっぱり、うん、答えの出し方だったりとか文章の内容だったりとかも、うん、はい、いいものになっておりますので、ぜひお手に取ってみてもらえればと思います。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。 TOEIC 英検英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.